学生や職員たちに拍手で迎えられたのは、ウクライナから避難してきたオレクシューク・ロクソラーナさんです。留国大学はキーウ大学で日本語を専攻するロクソラーナさんを交換留学生として受け入れ、学費を免除し、学生寮や生活費の支援も行うということです。この困難な時期を助けてくれたことに心を込めてありがとうございました。ロクソラーナさんは去年、留国大学の授業をオンラインで受けていたことから、大学からの提案で日本に来ることが決まったということです。両親はリビウ近郊に住んでいて、苦しい胸の内を明かしました。実はウクライナに帰りたいんです。ここにちょっと行って、その後ウクライナでなんとか普通の生活を続けたいと思います。Я дуже скучила. Надіюсь, ми скоро побачимося. 将来は翻訳者になり、日本とウクライナの架け橋になりたいと話しました。